あ、皆様毎度毎度お集まりいただきありがとう。ありがとうございます。今回シーフさんを、ありがとうございます。あとはもうレギュラーメンバーどうでもってことね。いつもいつもありがとう。ありがとうございます。今日ちょっと作業内容がこの人数でやるとちょっと危ないんですね。クワフルしたりチェーンソーしたりなので、ちょっと半分に分かれてもらって、山で杉倒して皮むいてチームと、そちらの聖地チームでちょっと分かれてます。で、山の方がちょっと危険なので、あのベテラン作業員のとマンデーさん来てもらって、で、ジャイアンさん、ギョンさん、シークさんは聖地チームということで、そちらの聖地をやってもらうことです。で、まあ、地球というのは一気してなんですけど、ね、結構山に登っておれるの大変なので、私は多分1回、2回ぐらいしか降りてないんですけど、まあ、何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。この今この高さになってる、はいはいはい、この範囲をこの高さぐらいまで掘り越してほしい。あ、この範囲を平らに。そうです、まあ、いずれ全部やる可能性があるので、ちょっと深くても構いませんので、で、ここのコンクリの区切りをはっきりさせたいんです。なので一旦ここちょっとこっちの後ろ側まではっきりしてないんですけど、ここの横からはっきりさせながら、一旦ここまでが目標、コンクリを下まで出すっていうのが一旦の目標。もしこう終わっちゃったら、次はどうかな。こっち側のコンクリのラインをはっきりさせたいんですが、結構崩れちゃってるので、もうすごくやって取れちゃうような、取っちゃってる。全然大丈夫なんで。了解です。こっち終わったらこっちのラインをはっきりさせるっていう作業なんです。こっちのここの辺は全部落としていっちゃっていいですか。落としていいよ。まだ多分これコンクリなんだけど、これ多分ダメでしょ。うん、動きますね。その場合でそこまで削っちゃって。すみません、よろしくお願いします。はい、お願いします。頑張りましょう。はい、まあ、でもちょっと掘ってみて、はい、こちらからこうやると刃がダメになっちゃうから、うん、はい、基本この平行、このラインで平行、ね、それ使ってこっちの方を柔らかくしていった方が多分効率的かなって感じですね。はい、お願いします。ちょっと私一旦浮いてくるんで、はい、お願いします。一応こっちからちょっと掘り、スコップ等で掘り、掘っていったりはしてて、まあ大体ちょっと現状は分かってくるようになったんで、ちょっとここからバナらししてきてます。コンクリートの境目ここの辺りなんですよ。あ、そんなに厚くないんですね、こっち側は。そっちはちょっと厚いけど、こっちで薄くなって、だんだん薄くなってる。こっち側どうなってるんですかね。こっち側はこれから出して、はい、ラインだとは思うんですけど、うん、結構崩れちゃってるんで、あ、なんか割れてちょっと混ざってる。さっき掘ってもらったところで出てきたのがこんなのが出てきてるんで、あ、これもうもうコンクリですね。こいつもコンクリだと。これなんだろう、コンクリか、多分コンクリか元にあったんですけど、
石か？石っぽいよ。でかい。え、どこにあったんですかこれ？ここにあったの。へえ、よく掘り出しましたね。形はもう完全に、あ、なんか、あ、ここに埋まってるパイプが、ここがなんか入り口になってますよね。なんか排水とかしてたのかな、そっから。かもしれないですけど。多分こっから、そっちの U 字工のところまで繋がってたやつじゃないかな。あ、もう、いや、取れてるわ。ただただ外れたのが置いてあっただけかな。何これ丸い薄？あー、うん？違うな。でも穴が開いてるから、そこに薄穴開いてますよ。うん、排水するための場所の基盤。あ、これだ。あ、本当だ、パイプあるんだ。で、ここ刺さってたのか。とりあえずまあここの下ちょっと掘ってですかね。粘土質だから掘りづらいですね。あ、すごい動いたぞ今。動いちゃっていかんのな。そこ外れちゃいそうですよね。なんかこれ根っこだ。そこも取らなきゃいけなくなるのかな。でもそんなこと言ったらこの薄いところ全部取ることになるよな。あんまり無理すると怖いな。このまま下補強でいったら感じがしますね。この根っこごと埋めて、多分この下に根っこが続いて、もうそこ全部動いてるな。ここは怖い。あんまりやりたくないな。深いですかそっち。全部動くよ。ってことはここまでですね。どうすればいいんだろう。ここもダメですよ。全部外れて。ここも。いや、もう一旦こっちの方先に進めて、キリスさん来たら相談しますか。相談しますか。もうこっち。これ割れるからちょっと嫌なんですけど。薄いところ全部割れちゃいますね。それぐらいで、はい、ここの辺から太いじゃないですか。こっちの方は大丈夫なんですけど、この辺とかでこうするともう
ガタガタ動いてる。そうすると、きょうちゃんもうこれぐらいまでこの土を落としてだいぶ下に石とか入れて固めてじゃないとダメかもね。あーもうこのどどんどんまあ以前言った時を混ざってたって。もう上終わったんすか。まあ、カード全然全然全然1枚もチャレンジしてたから。そしたらそっちもその辺にしてみんなで上行って木材丸太とかやりますか、はい、ちょっと3人で運ぶのそれもないサイズなので。わかりました。そうですね、よし終了だ。ここは終わりですね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。